花は、日本のお笑いタレント、ミュージシャン。K- ステージ所属。本名は、花は直樹。専門学校東京アナウンス学院、お笑いタレント科卒業。血液型大型。交渉身長は175センチメートル。左利き、既婚。お笑いコンビ、ナイツの花は信幸は1学年下の辞定。1997年に活動を始め。 2000年代からベース漫談やモノマネ芸で頭角を表す。2003年には佐賀県がヒットし、年末には第54回 NHK 紅白歌合戦への出場を果たす。その後の活動も芸人の枠を超えたものも増え、自身の楽曲が CM ソングや社歌に起用されたり、伝説の男、ビバガッツ、小木フさん。 埼玉県の歌などの曲が人気を博士各方面に作詞作曲の才能が評価される。2006年から2019年まで中野風女シスターズ風男塾の音楽プロデューサーを担当した。男3人兄弟の次男として埼玉県春日部市で生まれ、2歳児に千葉県阿弥子市へ、小学校6年児に佐賀県佐賀市へ移住。高校生時代はバンド芸人と称し、 笑いを取り入れた MC も行っていた。佐賀県立佐賀東高校卒業後に上京し、東京アナウンス学院お笑いタレント化に進学。2000年前後から NHK 爆笑オンエアバトルでのベースマンダニや、松井秀樹のモノマネなどで人気を高め、2003年に発売したシングル CD、佐賀県が約25万枚売り上げのヒット作品となり、 同年の第54回 NHK 紅白歌合戦にも初出場した。2005年1月から約1年間、当時自身が住んでいた中野区のライブハウスにて歌あり、コントあり、ゲストとのトークありといった単独ライブ、花はジャックを毎月観光。同年2月、アニメ、メジャーで上川千役で声優出演。また、バラエティ番組の企画で、 徳島インディーゴソックスの応援歌を作った。同年9月28日、セカンドアルバム、花輪パック発売。同年12月放送の、歌スタ。内で歌手を目指す、介護士の男性をスカウトしプロデュースすることになり、花輪が、絵本、大丈夫大丈夫をもとに絵本と同名の歌を作し、作曲。翌年7月、歌を提供された、介護士の男性が、 同番組内で披露した。2009年6月3日発売の、不男塾のサードシングル、カツんだ、の作詞、作曲を担当。以降、サウンドプロデューサーとして60曲以上もの楽曲制作に携わっている。不男塾は、花輪の遠い親戚である、ジャジー花輪プロデュースの男子高校生ユニットという設定。2011年頃から、子育てのため、 佐賀県へ U ターンして家族と共に居住している。2016年に左利きのあるあるネタらいぜ。ダリヒーが話題になる。2017年5月24日、ビクターエンタテインメントよりシングルおぎふさんを発売。約12年ぶりの CD リリースとなる。妻、ともこさんの失踪した父へあげた妻の苦労や幸せな今を歌った曲。 2015年7月に結婚15周年を迎え、2016年3月に妻、ともこさんへ誕生日、プレゼントとして送り、ライブなどでも披露した曲であり、2017年3月4日に YouTube へ、花輪本人が、小木夫さんライブ映像をアップしたところ話題になり、視聴回数が20日間で100万回を突破。これまで、花輪は、 低蓄エンタテインメントから CD をリリースしていたが、ビクターからの熱烈なオファーがあり、CD 発売家へ至った。ちなみにそのギフは、花輪との対面後に、末期の胃がんと診断され闘病中だったが、2017年10月8日に死去した。ギフの死後、おギフさんの書籍化が決定し、2017年12月14日に、角川から発売された。2018年10月3日、 ビクターエンタテインメントより約13年ぶりとなるオリジナルアルバム唐揚げを発売。同アルバムでは弟、信幸が在籍するコンビナイツや所属事務所の先輩である原口明正がコーラスで参加しているほか、歌手、中村あゆみとのデュエットソングも収録されている。2019年3月、出生地、春日部市の春日部べ親善大使に移植された。 2020年7月17日、新型コロナウイルスへの感染を公表した。担当マネージャーのウイルス感染が判明したため、花は本人も検査を受け、感染が明らかになった。7月31日、退院を報告。佐賀県の菓子に登場する牛丼や吉田屋は架空の店だが、2005年7月1日に、花は自身がプロデュースして、唐津市に、 吉田屋を回転させた。また、佐賀駅の近くに、スターバックスはないと歌っていたが、2006年12月に、夢タウン、佐賀内に回転したため、歌詞と異なる事態になった。なお、佐賀県内一号店は、トスプレミアムアウトレット店。また、佐賀県出身で、花跡、信仰もある、中越のり子は、歌詞の内容を、ほとんどでたらめ、と一周している一方で、 実際は、初対面前から、嬉しい。お会いしたいですねと対面を熱望していた。松雪安子と TV 番組で共演した際、花輪が真っに土下座をし、松雪は、佐賀公表してねえと謳われていることについて、公表してますと話した。実際は、佐賀県発売前に、花輪側が、事前連絡しており、松雪の所属事務所も快諾し、松雪本人も、すごく、 嬉しいと感想を述べている。マキセリホに対しても佐賀県で名前を無断使用したことをブログ内で謝罪しており、番組で共演した際にも楽屋でマキセに謝罪したが、マキセは逆に名前を使われたことを喜んでいる。佐賀県以外の曲でもメディアの流す事実とは異なる。ステレオタイプなイメージをさらに誇張した歌詞は多いが、花輪なりのギャグの一種である。 佐賀県リリース当時の佐賀県知事、古川康氏はこのネタに好意的で同局の PV にも出演していた。弟の花は信幸によれば、公認の山口幸喜知事は2015年の就任当初、あの歌は佐賀をバカにしていると批判的であり、和解に1年ほど要したが、以降は佐賀県 PR キャンペーンで共演するなど良好な関係を築いている。なお、 リリース当時、花輪の両親が古川知事に直接土下座して謝罪する目的で佐賀県庁を訪れている。左利きだがベースは右利き用を使用している。これは右利きの兄から借りて始めたためである。原口や木正は専門学校及び芸能事務所の先輩で個人的にも親しい。原口と原口、花輪というコンビを組み、 演芸番組等でモノマネを交えたコントを披露することがある。三男の父親である。2009年頃から一家全員で三魔のスーパーからクリ TV に出演。2010年8月からリ TV にて花輪が結婚10年目を記念し妻のために作詞作曲した10年の歌を妻と長男、次男の前で披露する模様が放送された。弟と共に 野球のほか、広角化と公言しており相撲に詳しい。もともと柔道をやっていた影響で相撲も得意で、息子と相撲を取ったりもしている。特に、武蔵丸光弘のモノマネを始めてから、武蔵丸の断髪式に呼ばれたり、武蔵丸と共に大相撲中継に出演するなど、何かと武蔵丸とは縁が広がり、無双山生死、ことの若晴れ進むの断髪式にも出ている。さらに、 アルバム、花はパック発売時期に CD の宣伝を金検証機を6本出している。なお、弟の信幸も野球及び相撲ファンである。また、千代大海隆二が、各界に入門する前のヤンキーイブリは、大分の隆二といえば、僕でも知っているくらい、大変有名人だったという。その影響で長男の元気も相撲を行うようになった。2009年8月30日に、 花は自らが乗用車を運転中、首都高速道路1号線の左車線に停車。これを避けようとした後続車が中央分離帯に衝突し、車が損傷する交通事故が発生した。本人、後続車の運転手ともに怪我はなかった。出演中過去の単発、レギュラー、不定期出演過去、インターネット番組注意点現在のレギュラー過去の、レギュラーシングル、 佐賀県伝説の男、ビバガッツあったか先週おでセブンおぎふさんおぎふさん、埼玉県の歌映画、飛んで、埼玉主題歌。C、W、咲き誇れ埼玉、テレビ埼玉開局40周年記念ソングアルバム、花輪ロック、花輪パックからあげ DVD 楽観主ギルライブ雪国、もやし探検隊書籍花輪ブックおぎふさん。ありがとうございます。